王冠週刊総合動画ランキング8月18日から8月24日、王冠トップ 1# ハッシュタグナンバーアンダーラインアイラップしながらシャウトしながらバチバチに踊り狂う3人稲妻一瞬で旅サ INZM 稲妻赤ちょうちん2024年8月18日から8月24日の間、YouTube の週刊総合動画ランキングで最も注目を集めたのは3人組のアイドルグループナンバーアンダーラインアイの新曲 inzm のミュージックビデオだったこのグループは、これまでにも多くの話題を提供してきたが、今回のリリースによってさらに新たなステージへと進んだと言えるだろう。この楽曲は、彼らの独自のスタイルとエネルギーを最大限に引き出し、視聴者を瞬く間に虜にする要素が詰まっている。中毒性の高いリズムと、彼らの強烈なパフォーマンスは、一度見たら忘れられない印象を残す。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔、岩ガン・神宮寺・優太の3人は、個々に異なる魅力を持ちながらも、一つのチームとして完璧な調和を見せている。彼らはそれぞれが他のメンバーの力を引き出し、グループ全体のパフォーマンスをより一層高める存在となっている。今回のミュージックビデオも、彼らの個性がぶつかり合いながらも絶妙に融合し、視覚的にも音楽的にも強烈なインパクトを与えている。 INZM のミュージックビデオは台湾で撮影された。雨の中、3人が集まり、ゲームの世界と現実の世界を行き来するというユニークなコンセプトで構成されている。映像は美しく撮影され、各シーンには彼らの個性が強調されるような演出が施されている。特に、料理店の厨房や麻雀宅、カンフーなど、シーンごとに異なるテーマが展開されており、 視聴者は飽きることなく次々と繰り広げられる映像に引き込まれていく。また、このビデオの撮影には、メンバーの神宮寺がプロデューサーとして参加しており、彼自身のクリエイティブなビジョンが色濃く反映されている点も注目すべきだ。視聴者からは、チャレンジしないよりチャレンジした方が後悔しない、というメッセージが強く感じられるとの声が多く寄せられている。彼らの前向きな姿勢や、リスクを恐れず新しいことに挑戦する姿は、 多くの人々に勇気を与えている。また、店長後のドラムロールが特に印象的だとのコメントもあり、音楽的な要素にも高い評価が集まっている。息子がパーカッションを演奏しているため、つい注目してしまったという親子のエピソードも微笑ましく、このビデオが幅広い層に支持されていることがうかがえる。一方、同期間中の YouTube ランキングで2位にランクインしたのは、9人組のアイドルグループ、スノーマンの新曲。 エンパイアのミュージックビデオだった。このビデオは、スペイン・バルセロナで撮影され、壮大なスケールで制作された。総勢54人のエキストラが参加し、イタリアの各地を舞台に、メンバーがスタイリッシュにパフォーマンスを繰り広げる様子が映し出されている。黒のスーツに身を包んだ彼らのダンスシーンは、特に視覚的に圧倒されるものであり、彼らのダンススキルの高さが際立っている。また、モーツァルトの 公共曲第25番と単調をサンプリングしたメロディーが特徴的であり、その中毒性のある旋律は一度聴いたら耳から離れないだろう。この「エンパイアーのリリースに続き、10月30日には4枚目のフルアルバム、「レーズがリリースされる予定だ。そして、11月からは全国ドームツアーも控えており、SnowMan の勢いはますます加速していくことが予想される。 彼らのこれからの活躍にも大いに期待が寄せられており、その人気はとどまることを知らない。3位にランクインしたのは、野球選手の大谷翔平がレイズ戦で9回裏にさよなら満塁ホームランを打ち、40-40を達成した瞬間を捉えた動画だ。大谷翔平は、これまでにも数々の伝説的なプレーを見せてきたが、今回のホームランはその中でも特に記憶に残るものであった。今シーズン、 大谷は40本のホームランと40盗塁を達成し、史上6人目の快挙を成し遂げた。彼が打ったホームランにより、試合は劇的な勝利で幕を閉じ、彼のチームメイトやファンからは歓喜の声が上がった。このような瞬間は、彼が日本だけでなく、世界中で愛される選手であることを再確認させるものであり、彼の今後の活躍にも大きな期待が寄せられている。今回のランキングでは、 他にも注目すべき動画がいくつかランクインしている。4位と5位には、5人組の YouTuber、コムドットの動画が並び、それぞれ244万再生を記録している。これらの動画は、8月10日に東京ドームで開催された、クリエイタードリームフェス2 0 2 4プロデュース e バイコムの映像であり、彼らの影響力の大きさを改めて示している。特に若者を中心に支持されているコムドットは、 これからも YouTube 界でその存在感を強めていくだろう。ナンバーアンダーラインアイとスノーマン、そして大谷翔平とコムドット。それぞれが異なるフィールドで活躍し、多くのファンを魅了している。これらのグループや個人が、日本のエンターテインメントシーンをリードしていることは間違いなく、彼らの今後の展開にも注目が集まる。そして、彼らが次にどのような挑戦をし、どのように進化していくのか、 ファンとして見守る楽しみが増えるばかりである。日本のエンターテインメントシーンは、常に変化と進化を続けており、これからも新たな才能やアイデアが次々と登場するだろう。ナンバーアンダーラインアイやスノーマンのように、既存の枠にとらわれず、自分たちのスタイルを追求し続けるアーティストたちが、これからもシーンを牽引していくことは間違いない。彼らの活躍は、私たちに新たな視点や感動を提供し続け、 エンターテインメントの未来を形作っていくのだろう。一方で、これらの成功の裏には、多くの努力や苦労が隠されていることも忘れてはならない。彼らが表舞台で輝くためには、影での厳しいトレーニングや試行錯誤が必要不可欠であり、その努力こそが彼らの魅力を一層引き立てている。ファンとして、彼らの努力に敬意を払い、彼らの成長を見守り続けることが求められている。そして、 彼らが私たちに与えてくれる感動や喜びを、これからも大切にしていきたい。エンターテインメント業界の進化とともに、ファンとの関係性も変化してきました。特に SNS の普及により、アーティストとファンが直接交流する機会が増え、その距離感が大幅に縮まりました。Twitter や Instagram などのプラットフォームを通じて、ファンはアーティストの日常生活や舞台裏の様子を垣間見ることができ、 彼らとの絆をより深く感じられるようになっています。また、YouTube や TikTok などの動画プラットフォームでは、アーティスト自身がクリエイターとしての側面を見せ、ファンとの双方向のコミュニケーションが活発に行われています。これにより、従来のように一方的にコンテンツを消費するのではなく、ファン自身が参加し、共にコンテンツを作り上げるという新しい形が生まれてきました。このような変化は、 アーティストの側にも新たな挑戦を強いる一方で、大きなチャンスを提供しています。ファンとの直接的なやり取りを通じて、彼らの声をダイレクトに受け取り、そのフィードバックをもとに新たな作品や活動を展開することが可能となったのです。例えば、ライブ配信中にファンのコメントをリアルタイムで読み上げたり、投票を通じて次にリリースする楽曲を決定したりするなど、ファンとのコラボレーションが盛んに行われるようになっています。 このような取り組みは、ファンの満足度を高めるだけでなく、アーティスト自身にも新たなインスピレーションを与え、クリエイティビティを刺激する要因となっているのです。しかしながら、このようなファンとの近接した関係性には、時にプレッシャーや課題が伴います。アーティストは、常にファンの期待に依頼続ける必要があり、そのプレッシャーは計り知れません。また、SNS 上での一挙手一投足が瞬時に広がる現代において、 言動が誤解されるリスクも増していますこうしたリスクを管理しつつ、いかにファンとの良好な関係を維持するかは、今後ますます重要な課題となっていくでしょう。それでも、ファンとの絆を大切にし、誠実なコミュニケーションを心がけるアーティストは、その分厚い信頼と支持を得ることができ、長期的な成功を収める可能性が高まると言えます。また、エンターテインメントの進化は、 コンテンツの消費方法にも大きな影響を与えています。従来、音楽や映像はテレビやラジオといったメディアを通じて楽しむものでしたが、現在ではストリーミングサービスが主流となり、スマートフォンやタブレットといったデバイスでいつでもどこでも楽しめる時代となりました。この変化により、アーティストはグローバルな視点で活動することが求められるようになり、国境を越えてファンとつながることが可能となったのです。特に K-POP のように世界中で支持を集めるジャンルが象徴するように、日本のアーティストもまた、グローバル市場においてその存在感を強めていく必要があります。こうした流れを受けて、多くの日本のアーティストが海外市場への進出を目指し、英語や他の外国語での楽曲制作、海外ツアーの開催、グローバルなプラットフォームでの配信活動などを積極的に展開しています。このような活動は、日本国内だけでなく、 海外でもファンベースを拡大する重要な手段となっており、国際的なアーティストとしての地位を確立するための大きなステップとなっています。一方で、異文化理解や言語の壁といった課題にも直面しており、これを乗り越えるためには、より多様で柔軟なアプローチが求められています。さらに、これからのエンターテインメントシーンでは、新たな技術やメディアの発展がどのように影響を与えるかにも注目が集まる。例えば、 AI やバーチャルリアリティの進化により、アーティストとファンの関係性がどのように変化するのか、また、新たな表現方法がどのように誕生するのかといった点が挙げられる。こうした技術の進化が、彼らのクリエイティビティにどのような影響を与えるのか、非常に興味深いところである。最終的に、エンターテインメントは常に進化し続け、私たちの生活に新たな彩りを加えてくれるものである。そして、 これからも多くのアーティストが私たちに感動と喜びを届けてくれることを期待してやまない。